ちは。こんにちは。今日は何のですか。いや、新しい新監督でしょ。そっか、前回続投監督を取ったので。そうだよ、新監督を取らないと。新監督が一番気になるでしょ。まあそうですね、どんな采配を振るって、はい、来シーズンどういった勝ち方をしてくれるのかというところで、まずはセリーグ。はい、まあ、セリーグは一チームだけですね。巨人、阿部慎之助監督です。動いてきてるな、トレード、金銭トレードで。早かったですね。早かったな、はい、準備はいい準備をしよう、うん、早めにしっかりした準備をしよう、はい、そういったことが伺えるよね、うんうん、でやっぱりもうピッチャーっておっしゃってた通りです、ね、まあそうだな、まあ、ある程度野手っていうのは、うん、まあ、例えばそのファーストに岡本、うん、まあ、セカンドに吉川、はい、サードに坂本、はい、ショートに門脇、うん、まあ、秋広をどうするか、丸、まあ、梶谷とかもいるし、はい、だからまあある程度野手っていうのは若い選手が伸びてくるのをこう楽しみにしてるのかなっていう感じがするよね、はい、で今の野手で戦えないかっていったら十分戦える、うん、ただピッチャーだよな、ね、やっぱ先発ピッチャー中継ぎ抑え、これをどういうふうな配置にするのかっていうことを必死に考えてるんだというふうには思うけどね。そうですね、まあ、あの原監督の隣で阿部さんはずっと、ね、いろんな監督業を学んでいらっしゃって、阿部監督はどういった采配を振るうような監督になりそうですか。まずね、キャッチャーの監督ってやっぱ守りを重視するよ、はい、扇の要から見て隙がないかっていうのを見るよね、はい、だから内野手はもうすごくいい内野手になった、うん、だから外野手をどう配置するのか、はい、もうそれだけでいいんだよ。はい、だから、まあ、阿部監督、慎之助はおそらく守りを重視して野球を組み立てていくと思うよ、うん、あれだけ打ったキャッチャーだけど、意外ですね。いや、俺もそう思う。あ、そうなんですね、うん、それはね、キャッチャーの性質だと思うよ。あ、そうなんですね、うん、だから自分がいくら打ったって、はい、守りがザルだったら、うん、もう絶対ダメだし、はい、やっぱピッチャーも含めてね、うん、もちろんあそこに穴がある、あ、その穴に来たって言ったらもう勝負にならなくなる、そわそわして、はい、だからそういう意味ではそのピッチャーの配置、うん、誰が先発で誰が中継ぎで誰が抑えなのか、うん、でおそらく危機管理も多分すると思うんだよ、はい、これがダメだったらこれ、こいつがダメだったらこれ、うん、先発ローテーション一応6枚は作るけど7枚8枚目って誰なんだっていう、そこまで多分考えると思うんだよ、うん、だからまあそうやって初めて攻撃の部分に行くのかなっていう。あ、守りからなんですね。そうだね。あとはその攻撃の仕方という意味ではどうなんですか。例えば仕掛けたりとかするのか、それともやっぱり巨人って一発だったり大きいのがあるので、あと足使うのかなとか、そのあたり細かいところってどうなってきますかね。オーソドックスだと思うよ。そんなに奇襲を考えることはないかな、うん、やっぱジャイアンツということもあるし、 あんまり奇襲っていうよりも王道で行こうっていうふうに多分考えると思う、うん、点が本当に欲しいときは送りバント、はい、確実な方向を取っていくと。そうなんだ。ただ一か八かは もちろんあるよ、やっぱ勝負事だから、はい、その中で取り入れていくと思うけども、まあ、だけど言えば確実にやっていくっていうタイプじゃないかなって思う。そう、手堅くいくタイプなんですかね、うん、やっぱり野手の顔を見ると、うん、長野も含めてね、坂本がいて、丸がいて、うん、梶谷がいて、そう考えるとやっぱある程度大人のチームって考えた方がいいと思うんだよね、うん、だからそんなにこう蹴たぐりかましたりだとかさ、はい、そういうことはしないと思うんだよね、うん、だからオーソドックスな野球をやってくるかなっていう感じがするよ。それはピッチャーに対しても言える感じですか、ね、それが一番相手のピッチャーにプレッシャーになるっていうふうに考えたりだとか、だからダイソーを送っても走らせないとか、おいやキャッチャーの心理で走ってくれた方が楽だもんね、うん、勝負できた方が。そうですね。そうでもいつ走るんだよこいつって思わせた方が嫌だと思うんだよ、はい、だからそういう手口を使ってくるかなっていうふうには思うけどね。あとは例えばピッチャーの替え時とか、うん、その交代の仕方とかって阿部監督ってどんな感じなんですかね。基本野手だから、はい、早めかなとは思う。野手の方ってやっぱり早め早め、多分基本的にピッチャーの監督、野手の監督、うん、で分かれたら早めだと思う。ああ、そうか。ただ、まあ、マスクをかぶるであろう大城にも聞くと思うよ、どうだって、うん、調子を相手の、うんうん、だから常にこうベンチに帰ってきて球がもし変わってきたら知らせろって言うかも分からない、うん、
やっぱ受けてるキャッチャーが一番わかるからさ。そうです、ね、だから新之助だってキャッチャーやってる時に、うん、絶対もう変えてくれんかなって思った時もあったと思うんだよ。はい、だからそこら辺はやっぱうまくマスクをかぶったキャッチャーとの連携で見極めていくと思うけど。あとやっぱキャッチャー出身なのでキャッチャーの起用、まあ、大城選手がもちろんあのほぼ基本だよね、基本にはなると思うんですけど、例えば山瀬慎之介選手だったりとかその若手だったり小林選手岸田選手なんかどういうふうに使っていくのかなっていう、まあ、ある程度のチャンスはあるとは思うけども、うん、でも基本戦大城で行く以上、うん、大城はバッティングのいいキャッチャーだから、はい、だからそんなには変えてこないよね、うんうん、ただその抑え7、8、9で特に8回9回で小林を起用するとか、うん、まあ、そういうのはあるかもわからないよね。そうですね、うん、巨人ってこれまでキャッチャーの監督っていうのはいらっしゃいました？いないかな、うん、なんかピッチャーと野手のイメージがすごく強くて、まあ、藤田さんとかね、はあ、川上さんとか、はい、長嶋さん、はい、王さん、はい、で原監督も堀内さんも、そうだな、キャッチャーの監督っていないな、いないですね。他でやった人はいるけどね、森監督とか、ああ西武、そうそうそう、はいはいはい、西武横浜とかね、はい、他ではやってるけどキャッチャーの監督っていないな、うん、初めてかな。だからなんかすごく新鮮というか、どんな野球を見せてくれるのかなっていう、まあ、来シーズンは阿部でということなんでそう、あれじゃなくてそうそうそう、あれは盛り上がってたんですよね、その記者さんとかいや、キョトンとしてたよね、えみたいな、あれにそれとそれとは合わないんじゃないの意味合いが違うんじゃないのみたいな、まあ、面白いけどね。そうですね、はい、まず楽しみにしたいですけど、ね、キャッチャー出身の巨人の監督ということで、はいはい、さあパ・リーグは2チームが新しい監督です、はい、まずソフトバンクが久保監督です、はいはい、真面目な男だからな、うんうん、だから突拍子もないことはしない、やっぱオーソドックスな感じでやっていくと思うけどね、うんうん、あと代表の監督の経験はもちろんあるので、まあ、あるけどそれは意味合いが全然違うからね、シーズン通しての、いや代表の監督って出来上がってる選手たちをどういうふうにチームにまとめるかっていうだけだから、うん、でもこっちはやっぱり成長させなきゃいけないし、尊厳プライドそういうものを守ってやらなきゃいけない選手もいるわけでしょ、はい、だからその意味合いは全然変わってくるよね。だからただその野球からするとやっぱ真面目な野球になると思うよ。そうなんですね、うん、まあ美しい野球というか、あ、ご本人おっしゃってたように、いやだから、まあ、どちらかというとパワー系が好きかなっていうふうに思う、ね、はい、柳田選手だったりとか、まあ、コンちゃんもそうだよね、はい、近藤選手で、まあ、栗原もそうだし、はい、まあ、リチャードっていうのがどういうふうな扱われ方をするのか、うん、はい、まあ、これ楽しみだけどね。そうですよね、まあ、ファームで一緒にやってるから、だからどういうふうな心を掴んでるのか、うん、ああいう選手っていうのはね、監督とのその信頼関係というか、はい、そういうものがあったらこの人を男にしたいって言ったらホームラン数が増えるし、うん、なんだこの監督って思ったらいい加減になるし、そうなんですね、なんかそういうタイプに見えてしょうがないんだよ。あ、で乗せてあげたりとかすると非常に伸びていく。でも国防監督っていうのは、国防は性格的に人をよいしょするような監督ではないよ、冷静に、うん、だからそんな容赦はしなくてもやっぱ使われ方で分かるよね、あ、監督の意図気持ちっていうのがね、うん、だからどう配置をし誰を使いどういう野球をするか、まあ、野球っていうのはやっぱこう真面目だろうな、真面目なの、うん、やっぱ犠打数が増えて、はい、っていうことだと思う。あんまりこう動きたがらない、はい、そういう感じの野球なのかなっていうような気がするけどね。個々の、ね、選手の能力がやっぱ高い選手が揃っているだけに、あとじゃあそこを優勝、もう優勝しかないっていうふうにね。いや、そりゃそうだよ、お前孫さんはお前圧倒的な1位取らなきゃ気が済まない人だから、もうそれを背負って1年目っていう、うん、そうよ、ですもんね、うん、だから藤本監督がもうクライマックス負けた瞬間にクビだから、そこはねもうはっきりしてましたね。はっきりしてる、だからそういう意味では緊張感のあるね、はい、まあ、そういう野球になるのかなっては思うけどね。まあ、でも国保監督自体がその大英時代に苦しかった時期、その王監督と一緒にやって勝てなくて、そのファンからいろんな罵声が浴びせられたりとか、そういう時代も知っていて、ソフトバンクの黄金期も知ってるし、もちろんジャイアンツでのという経験豊かな監督だと思うので、なんかそのあたりが活かせたらなというか、まあ、人間味はあるよね、うん、あの人として、まあ、温かみもあるし、はい、で真面目だしね、うん、でそこら辺は王さんによく似てるという、
その元でやってたからなんですかね。まあ、元々の性格もあるかもわからないけども、やっぱ王さんの教えっていうのは結構浸透してる。その強くなった時の、はい、大英からソフトバンクに移行した時のここら辺っていうのは、うん、王さんのハートっていうのは魂っていうかこう入ってるっていう感じがするんだよ、はい、だからパワー系しっかり振る、はい、そういう野球になるのかなとは思う。へー、そうなんですね。これはね、中央とよく似てるんだよ中央いや、あのね、宮井さんっていう監督がいらっしゃって、はい、もう亡くなられたんだけど、うん、それが高校時代王さんと一緒に甲子園行って監督とね、はい、選手として、うん、で選抜で優勝してで中央の監督になられたんだけど、うん、教えが多分似てると思うんだよ王さん、うん、あ、中央大学だからね、ヒット打ったってそう、あ、コースヒットとか言って笑ってたら、うん、お前何笑ってんだ、もっとパチンと遠くへ飛ばせなんかね、そういうものがこう流れてるような気がするんだよね、王さんも。そうなんですね、うん、だからもう背中の背骨がバキバキなるぐらい振れみたいなおいや、だからまあそういう風な、どちらかというとパワー系の野球になるのかなっていう感じがする、うん、またソフトバンクのこの2年ぐらいの戦い方とはまた違うものが出てくる。そうだな、国母監督の頭の中には松中がいて、城島がいて、自分がいて、うん、井口がいてみたいな、まあ、そういったこう記憶があるうちはそういう風な理想形をこう描くよね、うん、多分だから俺はリチャードは使われるんじゃないかっていう風には思ってるわけ。そこもちょっと一つ注目したいですね。まあまあそうだね、だからまあそういう野球になるのかなっていう風には思うけど、はい、さあ楽天今江監督です。わかんない。そう、私もね、それわかんないんですよ。そうなんですよ。でもね、あの子の笑顔はね、最高ですよね。最高なんだよ今江監督の笑顔。だから俺は今江がロッテからね、移籍した時にファームで調整をしてたんだよね、はい、会いに行ったもん、はい、ファームまで、あの笑顔を見に。どうでした？相田さんって満面の笑みで迎えてくれたけどさ、はい、ただ基本的にはあのバレンタイン、あ、監督がいたでしょ、はい、ロッテを優勝させた、うん、あれが基本の中にあるんじゃないかなっていうのが気がするんだよね。だからいろんなこう策を講じて、はい、いろんなオーダーを組みみたいな、うん、小坂には、ね、小坂という選手、はい、ゴロを打とうとするなと、お前フライ打ち上げた方がヒットの確率が上がってるからフライ打てみたいな、なんかね、基本にそういう野球をやっていくのかなという、はい、まだね、自分がこういう野球をやりたくてどうのこうのっていうことがまとまりきれてないと思うんだよ、あの若さで、はい、だから誰をこう基本として誰を目指すかっていうとそこになるのかなという、ロッテ時代のだから結構面白い野球になるのかなっていう、動かしてくるのかなっていう感じがするけど、はい、だから動きをどん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 取り入れてって、だからね、メンバーもだいぶ変わってくるのかなっていうような、動けない選手は使わないような気もするし、うん、だからどん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 こう動かしたりだとか、いろんな手を使い出したりだとか、あのバレンタインっていうのはワンストライク後にエンドランかけると、普通ボールを使うカウントで使ってくる、これなぜかというと空振りしてもボールは投げにくいとか、ボールはゴロになるとか低めの、でそういうことでかけてたみたいなんだ。だから割とおやるじゃないかっていうことがあるかもわからないね、まあ、想像はあんまりつかないけども、うん、でもそういった野球が今井監督の中にはあるのかなという感じがするけど、あとピッチャーとかね、どういうふうに整備したり変えたりとか、そのあたりってどうしたんですか？まあ、そこら辺はピッチングコーチに任すよ。もうそこはもうお前責任で任せるよみたいな、うん、でやんなさいみたいなええ俺がみたいな、まあでも任すときは任せられる多分性格かなっていう、うん、その代わり俺責任取るからっていうのはちゃんと言える子なんだよね、はい、だから期待はしてるけどね。そうですね。で人がいいんだよね、人の良さがあるから、はい、だから新井監督同様情の部分だよね、うん、だからここら辺をしっかりさじ加減を間違えないで、まあ、やるといいのかなっていうふうに思うけどね。まあ、料理選手に近い監督だからね。あ、まあ、そうですよね、うん、年齢的にね。そうですよね。あのドラフト会議の時がすごくその人の良さが象徴されてて、楽天のテーブルで石井 GM とか球団の方が、ね、話してる中でこう新米っぽく今井さんがいたのが、あ、なんかすごく人が良さそうだったなって。いや、それは何も言えないよお前
それはさある程度年食ってたら、ね、おいどうなってんだって言えるけど全員年上でさ俺を座っていいのかなみたいななんかすごくねそれが微笑ましかったんですよね分からないよまだねそうですね、うん、今井監督だから本当ビールなんですよ ただね若いとやっぱ苦労するうん、ね、これは50代と40代やっぱり10年違ったとしたら10年間やっぱ野球の勉強するから嫌はなしでもやっぱ見てる回数も違うしね、うん、そしたらやっぱ新米監督で40代って言ったら長い目で見てあげてほしいと思うよ、はい、周りが、うん、だからいきなりはできないよそうですよ、ね、いきなりなんかできる人なんかいないからこれはまあセンスの問題もあるんだけども、はい、それはね一番トップに立つわけでしょチームのいきなりですはいやっぱね管理職ってある程度の年になって管理職これは何でかっていうと人生の経験を積んでるから、うん、それも含めて管理職なんだよ、はい、40代って言ったらまだ係長とかそうですね、ね、はい、そのぐらいの人がいけない監督になってるわけだからやっぱ長い目では見てほしいなっていうふうには思うそうですよね、うん、この新規の監督というのがやっぱ阿部監督も前監督も若いですし国久保さんはねちょっと年齢まあそうですね、はい、ですけれども、はい、まあいろんな経験もしてるからねはいまあ新しいねその若い監督がっていう中で来シーズンまたそこに混ざってどういうふうな戦い方を見せてくれるのかそうだなはい俺らの時代は岡田監督と一緒だからさですよね、岡田監督頑張るとそうですよねでこっち側はもう阿部さんとかいや原監督が辞めちゃったからさあもういなくなっちゃったんですよね同年代が俺らの時代はもうギリギリ岡田監督と持ってるようなもんだからそうですよ頑張るみたいな でも若い人たちがね、はい、そういうのに食らいついていくっていうのは、うん、そういう図式っていうのは面白いしねそうですよ、うん、1年目の監督今年新井監督とあと吉井監督は本当にあの今シーズン2位だったのでそうだ十分にねあの新しい監督も上位に行けるっていうのは、ね、狙えるので何事も最初が肝心だから、はい、だから成績云々じゃなくて、うん、チームをまとめたり自分の意思、うん、自分の野球自分がこういう人間だっていうのは、はい、しっかりね伝えておかないと、はい、1年目もうフラ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 してるともうダメだってなるからねだから出だしでこけちゃダメってことだからよく考えて熟考してやっぱもう第一声は吐かないと、うん、その記者会見とかは別として、はい、チームをまとめてドンという時には、うん本当に熟考してこれだっていう言葉を差し込まなきゃダメだよそうですね、はい、あの来シーズンも豊さんのね毎月のあれ監督総評をやるんですよねだからもうあの新しい監督たちが新しい監督にはちょっと甘めあ、まあ、そうですよねそうそうそうそれも楽しみにしてます、はい